自分の心が積極的でさえあれば、どんな問題も半分解決したも同じこと。あらゆる不平不満は、どんなものでも、どんなものでも、感謝へと転換できる。手枷足枷をはめられて、牢屋に入れられようとも、生まれながらこうだと思えば、なんでもねえじゃねえか。苦を楽しむほどの気概を持って生きよう。真剣勝負は腕前ではないぞ、度胸だ。瞑想で心をあらゆるものから離す。雑念、一念、無念。日に三度、赤ん坊のような心になって大きく笑え。